フレンチメイド型メイド服の一例メイド服とは、メイドの仕事着、またはそれを模して作られた女性用の衣装を指す属称。かつて19世紀末のイギリスに実在した家事商人やハウスキーパーたちが着用した特定の傾向の範囲内のエプロンドレスを、現代日本においてはもっぱらこのように呼ぶ。本来の女中としてのメイドの仕事着は日本では、おしきせと呼んでいた。現在、 一般にメイド服と呼ばれているものは黒または濃紺のワンピースフリルのついた白いエプロンを組み合わせたエプロンドレスに同じく白いフリルのついたカチューシャの組み合わせが基本である。このタイプのメイド服は19世紀後半の英国においては本来語用のものであり午前中はプリント地の服に白いエプロンと帽子を着用するのが本来の姿であった。 元来、メイド服というものは存在しなかったが、貴婦人が連れ立って歩いていたら、後ろを歩く女性に声をかけてはいけないというマナーがあったために、女主人とメイドを明確に区別するために必要とされた経緯がある。ダニエル・デフォーは、女中はそれにふさわしい制服を身につけるべきと残しているので、18世紀前半ではまだ制服としてのメイド服は誕生していなかったことになる。 エプロンドレス自体はメイドの制服として限定されるものではない。詳細は当該項目を参照。服のデザインの一部にエプロンが使用された服。メイド服の場合、エプロンは肩からストラップを回しウエストで締めるものが多い。また一枚の布に切り替え線を工夫してエプロン風にしたものやフリルの入ったスカートにエプロン状の前。 飾りをつけたもものが用いられるることもあるエプロンドレスは古くから民族服や子供服のデザインによく見られ、現在でもベビー服などに使用されている。エプロンのデザインはピナフォア、サロンエプロンなど形状は様々で、多くはフリル、フリルよりも大きめに作られたラフルやフラウンス、レイス、プリーツなどの装飾が施されている。 18世紀には貴婦人の間で流行したファッションであったが、現在では仕事着として認識されている。メイドの頭飾り、レース付きのカチューシャなどが用いられる。作業中に髪の毛が邪魔にならないように抑える目的がある。キャップやシニオンにカバーをかぶせたものが取り入れられることもある。ブリム、プリルなどご用も多いが、ブリムは本来、帽子のツアを意味し、 初期のメイドが被っていた室内帽が衰退してヘッドドレスで代用されるようになり名前だけが残ったものである。メイドの仕事着を模した衣装。大まかなデザインは元が仕事着であることを重視したシンプルなビクトリアンメイド型、性風俗関連でのコスプレを意識したフレンチメイド型に分けられる。ビクトリアンメイドロングドレスの場合が多い。シンプルで装飾は少ない。 客層にオタクではない一般人を重視したメイド喫茶で使用される場合が多い。フレンチメイドイギリス人の主観から見たフレンチとは下品な性的劣勢を誘うデザインという意味で用いられているところに由来してレザー製品を着用するボンデージファッションの一種。袖はノースリーブかパフスリーブ、スカート丈はマイクロミニというスタイルを指している。ペチコートや 見にくい糊をスカートの中で重ね着してボリュームを出している。アニメや漫画等に多く描かれるのはこのタイプで基本的に装飾型で仕事着としての機能よりデザイン性を重視したものが多い。近年では日本のメイド文化が日本国外へ輸出されたことからコシックロリータや漫画の要素が混ざったメイド服はフレンチメイドではなくジャパニーズメイドと呼ばれることが多くなっている。 ゴスロリと混同されやすいタイプのメイド服の顕著な例。メイド服を着たメイド喫茶店員が、時点のビラを配布している様子。頭部の飾りにメイド服定番の白いカチューシャではなく、黒いリボンのアクセサリーをつけている。また、ボーダーの2、ソックスや釣り金型に膨らんだ膝丈のスカートなどは、ロリータファッションの定番であり、共通点が多々見られる。ゴシック ロリータやロリータファッションの衣服はモノトーンであること、エプロンドレスを用いることもあること、19世紀的な装飾性を持ち、両者ともフリフリした派手な服装であるなどの共通項からメイド服と混同されやすい。実際に不思議の国のアリスなどのイメージもあって、ゴシックロリータやロリータファッションのコーディネートにこのスタイルがメイドと称して取り入れられる場合もある。 しかし、あくまでも、コスプレとはまた違う装飾性の一環として、扱われる場合がほとんどで、メイド服とゴスロリの混同は嫌われる場合が多い。それぞれのモデルも違う。ロリータファッションは、ミルクなどの少女的なファッションブランドや、オリーブ少女などのルーツを経て様々なスタイルに変化していき、生まれた服装であると言えるが、メイド喫茶などのメイドは19世紀イギリスの仕事着を、 ベースにしている。装飾が多いデザインは衣服としては好まれるが、2006年頃のメイドカフェブーム以降、ゴシックロリータの愛好家の間では、ゴシックロリータ的なデザインのメイド服は批判されている。ゴスロリとメイドの混同が嫌われている原因は、2006年、当時メイドカフェがブームになった際に起きた声かけによるものと推測される。また、 大抵のロリータファッションユーザーはコスプレと混同されることを嫌うが、ロリータにコスプレとファッション両方の側面があると指摘した松浦桃のような愛好家やメイドのコスプレを楽しむロリータファッションユーザーもいる。しかし、松浦桃はロリータファッションはお嬢様の服装であるからという理由でメイドと間違えられるのは許せないとコメントしている。しかし、 2000年に連載されていた、三原光一の漫画、ドールは、ゴスロリユーザーに人気の高い作品であるが、これに登場するアンドロイドは、ゴシックロリータ調のメイド服を頻繁に着ており、メイドカフェブーム以前はそこまで嫌われていなかった、可能性もある。現代の日本ではもっぱらウェイトレスの制服や、コスプレ用衣装などとして、フレンチメイドタイプをアレンジしたものを中心に用いられ、 家政婦などが実際に着用することは稀で、中にはメイド服でコスプレしたスタッフを派遣することを売りとした家政婦、ヘルパー等の人材派遣業も存在するが、これは特殊な例だと言える。コスプレ衣装専門店でメイド服として売られているものの大半は上記の写真にも紹介されているタイプだが、フリルやレースなどの過剰な装飾がなされたために、 仕事着としての機能が失われているものも少なくない。また、ボンベージなどの性的な装飾やアニメゲーム等のキャラクターを意識したアレンジが施されている場合もある。一方で、本職の家政婦が通常の仕事着として扱う場合は、カビサを廃止機能性を追求したシンプルなものを着用する場合が多い。ありがとうございます。